どうも、テイラクルです。今日もミンゴルやっていきましょう。ラントナ、1個はついたか。そうですね、残り回数が21足す1、22回。22回ですね。ランキングは14,73位ということで、まあ今こんな感じになってます。まあ、やっと6アンダー取れたですけど、まあ先は長いですね。先っていうかあと2回か、予定は残り2回なんですが、まあいいか。ガチャやりましょう。まだ上の水着をもらってないので、まあ、それを狙っていくと。よし、行こう。よし、当たり。さあ、来るかな。よし、来い。レーダー放全スタイル。これ出ないパターンか。いつかは出るだろうけど。それ持ってる。ヒラヒラショートパレオ。まだある。耳当てニット帽。これちょっと欲しい。欲しかったやつ。よかった。よかったけど、これですね。このふわふわフレアトップがまだ手に入ってないので、まあ出現割合も悪くないんですよ。トップス。どこだっけ？ふわふわなんたらかんたら。これね。ふわふわフレアトップ 0.4955。だから出るはずなんですよ、いつかは。残りまだ時間あるんで、まあ諦めずやっていきたいと思います。あとどうすかな。まあここはガチャは終わりと。クローゼット。フレアトップの空張り。オレンジか。なるほどね。あとは帽子の空張り見ようか。帽子の空張り。灰色か。灰色はいらないかな。そんな感じですね。はい。では、ちょっと練習して、それから行きましょう。あと16日か。はい。3461m。 1m の風か。低反発の
まあ強めに打つ必要もないか。うん、こんな感じと。うわー、うん、うんうんうん、はい、では、はい、ジャックポットガーデン225。うん、こうしてで、低反発ちょい強め、悪くない。ほえ、うん、こんな感じか。ほえ、今日なんか合わないな。やーい、うん、で次4番目。はい、はい、ほい、しこ、ここだな、ここ下、普通に打つ。で、1個右かな。で、前185の208は20なんですよ、20だから208になるのか、20足したら203だから、ちょっと弱めか。で、いいんだよね、うん、ちょっとやめ、これでいいよね。あー、レホレホレホ、レホは絶対忘れるな。これでいいと思う。うん、行き過ぎるんだな。まあ微妙だね、全部。うん、はい、ということで、まあちょっとまずい。あんまりそのジャストショットがうまくいかない。ファラオガーデン、一旦ファラオガーデンで修正します。オッケー、うん、ほえ、うん、やーい、修正終了。はい、じゃあまあついでにランクマッチもやりましょう。
そういえば、あら、ダフってるし。これも負けだな。最後までやるか。効果出てない。ファラオガーデンの効果が出てない。どうだ？これワンチャンあったな。失敗した。よっ。ひゅー。いい感じ。よし。はい、ファラオガーデンの効果が出てないのがすごい気になる。もう一回やる？もう行こう。では、超デカカップ後半続きやっていきたいと思います。残り22回、かける3か、だから66回ホールインワンとアルバトロスのチャンスがある。66回チャンスがある。音楽変えましょう。カフーで、カフーにしとくか。はい、0メーター来た。0来た。低反発で346、終わり。ぴったり。うわー、くそー。なんだろうな、これ。いやー、0メーターはね、良かったんだけど。残念だけど、まあしょうない。決めるチャンスだったんですが、決まりませんでした。次ですね。ここは右に1、ドライバー下、低反発、ちょい強め。 OK、 よし、これは入った可能性高い。入らない。まあしょうがないかな、これは。しょうがないか。いやー、今のは惜しいな。何回かやったら決まるんですよ、今の。ちょい強めだったかな。微妙す。微妙だった。はい。やたら低くね。なんで最下位なんだろう。不思議なんですけど。
で祝砲319ここ打つだけ101225218なんですよね。で傾きは1かな。で前にしとくか。で坂のところか。でまあ1じゃないな。さらにこれか。で霊砲で218になればいい。218、でここまでが何歩かっていうと200 22.5だっけ。で90なんですよ。90、213足す90は203。今ここは203の地点と。で、ここまでが11だから 214.5。 ここで打てばいいかな。ここで打てばいい。行こう。 OK。 足りてない、足りてない、もうちょっとだ。悔しい、悔しい。あーまあいいか。もう一歩だね。2メーターか。ここの微妙さ。はい、とりあえず3位でフィニッシュ。じゃあ曲変えましょう。パンターノにします。じゃあここからチケットを使っていきますと。2000以来、1000、すごいな、1000以来多いな。ってことはまあ普通にホールインワンとか出るんだろうな。はい、メーター、3メーターかな。ここは悪くないか。じゃあ行こう、このまま。ぴったりを狙う必要もないかな。もう流れで、ただまあちょい強めで打てばいいか。これで打てば大丈夫。 OK。あとは運。うわよし。弱めだったかな。3ね、3メーター。よし、久々に当たった運。よっ、 OK。 弱めだったかもしれない。もう転がすの前提で考えたら弱めだったかもしれない。設定か。3で、あれで。
まあいってんのかな。ではでは、225横に1で電圧でドライバー、下ちょい強め、悪くない。右に行っといて、右に頼むから。行かない。なんかちょっとあれだね、やっぱりもうちょい強めなんだろうな。ちょっと設定を間違えてる。よし、最初ホール。さっきは2m 残しだったな。まあここ普通に打つ。 OK。 182、2かな、これは2でしょう。で、上で208、20足したら202だから、まあこれでいいか。場所はそこか、わかった。これね、ずれすぎっていうパターンがあったんだよね。だからこのぐらい近づけるか。いいアルバトロス。ということで、どこだろうな。104÷5、20、まあ21にすればいいか。1234、21の4で、84。188でもまあそんなわけないか。ここかな。いやいやいや、202で8だからな。ここでいいと思うんだけどな。5、ここでいいと思う。オッケー。ああ、ちょっと待った。ああ、やべえ、祝砲忘れた。祝砲、祝砲、霊砲忘れた、霊砲。ああもう最悪。ああ集中が、だから最初に霊砲だ。最初に霊砲。失敗した。ダメだ、集中が切れてる。ああもう、はい、曲を変えましょう。アクロポリス。
あそこね。なるほど、わかった。まあまあ普通にもう打つか。低反風3メーターないかな。オッケー。弱めがいいのかな。微妙さ。やっぱ直接狙うしかないか。で、0メーター。まあ、唯一決まりそうな場所ではあるんだよな、ここが。もう、腐らずにやっていくしかない。低反した。そんで、やっぱ強めだな。強め大事だ。ここ。この強め。OK。この強めなら、いいとこ行くでしょう。ずれてる。いやーちょっとなー、今のは入ってもおかしくなかったよね。コースさえ当てれば。最終ホール。下祝砲、ここ普通に打つ。191フラット、もう超絶フラット。で例法、これはフラットでしょう。前でいいか。208、つまり20足したら211なんだな。場所はそこか。わかった。足りないのがまずいけど、足りてるのもまずいんだよな。211が良くて、113だからこれが 22.5、 1234で 22.5 は、88で90かで、この時点で203なんだ、ここが。で22.5 で 11.25、 203で 214.5 で、211でいいから
ここは多分超える。超える。ちょい弱め。ここ。ここでいいと思う。ここでいいと思う。ダメか。2.4m。もうちょっとやめだったな。もうちょっとやめだったら入ってた。じゃあ曲変えていきましょう。ああ、ナイスオスの忘れた。ファラガー行きましょう。ファラガー。13位の人いますね。しかもフレンドという。13位すげえな。13位やべえな。312で風吹いてるけど、どうしようかな。ちょっと右、1個右でとっか。で、やることは決まってると。311の312か。じゃあ全力ウッパでいいか。チャンスはある。行こう。右1位で、ドライバー下低反発、あとは強めに打つ。まあか。なんでこう左に行くかな。ちょっとそれだけなんだよな。左に行きたくないんだよな。これ右に行ってたら入ってたんですよ。まあそんなこと言ってもしょうがないか。かといってあの振り幅をね、2にはできないんだよね。じゃあ最後行こう。最後、霊法さえ忘れなければいい。まあ今回は1回だけかな、成功例が。前回の動画はなんか言ってたよね。
マイナス6取れなかったらこの動画流さないとか。今回は流そうかな。ほぼフラット。うん、完全なるフラット。で残り185、ちゃんと霊法忘れずに208だから最大で打つとアウトになる。そうですね。ちょい弱め、ちょい弱め。ここでいい、ここでいい、ここでいい。よし。いやー強い。うっそ、まだ強い。 2.6。 ダメだな。ちょっと設定を17に変更しよう。17。はい。終わった？まだ1個残ってない。もう一回やろうかな。いやいやいや、出るまでやるか、どうしようか。いや、調子は悪くない。うん。調子は悪くないんで、続けてやっていきましょう。風が、ここかな。それで、もうあっちを狙おう。直接決める方向で行こう。302307ぴったりにして打つだけ。ぴったり、うん。OK。届かなかった。ちょっと足りなかった。ダメだった。右1ですね。で、あれ？入ってる？入ってない。で、ドライバー低反発したで、ちょい強め。うん、悪くない。うわっ、マジか。いや、惜しかった。これ惜しかった、本当に。強すぎたってことか。まあしょうがないかな。お、294319で、場所はここ。普通に打つ。うん。で、霊法をまず先にやる。ほぼフラットだな。1個右で大丈夫。で、前。184で、20足したら208で4ヤード。ここでいいか？ちょっと弱いか。ここでいい。多分ここでいいはず。
うん、いいと思うぞ。打とう。なるほど。まあずれたからな、そりゃしょうがないけど。うわ、はい、サインと。残り2回やって出なかったらやめましょうか。1回休憩、休憩、うん、312で直接狙います。まあ、出ても出なくてもやめると。低反発で全力でいいよね。いや、いいかな。うん、いいと思う。 OK。 まあずれてるね。そしたらしょうがない。このズレはちょっと考えるか。右にずれたってことだよね。右にずれたのか。これ関係あるかな、次のホール。まあ一応形上やる。ああ、やっちゃった。やっちまった。ずらして持った。ここで。よし。んで。手反発。よし、行こう。ちょい強め。OK。左にずれてる。あ、右にずれてる。
最後までやるか。あ、じゃあ祝砲した。197、2かな。1、2、下で霊砲、217、参るか。もうこれで撃つか。なんか足りなそう、足りなさそう。もうわかんねえな。こんぐらい？オッケー。あー、左か。ズレ、ズレあるかな。はい。残りどうする。あと1回。ズレはもうしょうがないよね。ズレ対策だな。ズレ対策をやった方がいいってことだよね。だから最初のショットで0m、 よし。ここをぴったり決めよう。 OK。右ずれということでいいんですよね。これで右にずれてることが、理解した。で、このズレがずっと続くという、考えを持つなら次のホールは対策できる。ということでいいのかな。もうズレがあるから、いやいや、ズレがあってもか。下低反発、この間、ここ OK。よし、よし、よし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 、完璧完璧完璧。もう狙ったところ、狙い通り。ズレ関係なかったんやっていうことで、よっしゃ。ここで、7アンダーチャンスと、6アンダーでなんとかお茶を濁す。この2つ
うん、でナイスをしてきたら挨拶する。はい、ということで、次のコース行きましょう。まだだね、まだまだまだ気を抜くな。そらそうなんだけどね、ここでねポカしたりするからね、本当にポチャンやっちゃったりするから、そこだけな、そこだけ普通に打つ。 OK、 じゃあここは飛ばすで、霊砲霊砲霊砲マイナス7チャンスだからね。右に1で上で218だから引いたら7ヤードより手前、7ヤードより手前、これより手前、このぐらい？ OK！ うまくいけば入る。入らない。もうちょっとな、もうちょっと難しい難しいな、ほんと。もう少しで7アンダーでした。うん、まあ6アンダー取ることができました。7アンダーは惜しかった、7アンダーは惜しかった。もうわずかわずか、ほんのわずかだ。6アンダー2回の5アンダー1回で順位がどうなってるか、5884位、来ました。まあちょっとまた続けてもいいんですが、まあ今日が最終日なんでね、うん、そうですね、まあ今日どうしようかな、夕方ぐらいにもう一回やる感じで、で6アンダー3つ揃ってよかったねぐらいで終わりになるかなと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。次回のミンゴルも、よかったらよろしくお願いします。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。失礼します。